ああ久保さん、今回ね、安い商品飛びつく人と、安い商品には裏があると思う人、ごめんしましょうか。なんかね、ちょっと買い物の話になるんですけど、安いとね、なんか昔はね、なんか安いから飛びついてた部分あるんだけど、待てよと、この足跡を踏むか踏まないかっていうね、一歩ね、 あの止,ま、止め止められるようになったっていうこれがね結構僕はね成長だなと思うんですよ。バーゲンセールわーみたいなね,ね年末商戦もいっぱい各社あるしお正月セールもいっぱいあるだろうし何かまあ安売りするじゃないですか「あこれ安いぞ」っつってねみんな飛びつくわけなんだけども昔僕もそうだったけども「待てよ」と。まあその一回ふと。 ななんだ泊まれるようになったっていうのが僕成長だなと思いますねうんまあ久保さんが言う通りあの安いっていうことはうーん何だろうなそこにかける原価が安いってことじゃないですかそもそもねっ、まあ、全部がねそのなんだえー、っと原価が高いものを使って高いものなのかっていうとあのパチモンもあるのでねそれは見極めが必要なんだけどもまあ例えば あのよくブランドの偽物とかね。で、僕、今度はあのソニーのヘッドホン、このあのペ p ペで買ったんですよ。で、なんか、いろいろレビューとか見たんですけど、なんかパチモンがあるらしいんですよ。<laughs> で、僕ペーペー、ペ a ペ p の小島モール、小島電機から買ったんですよ。さすがに小島電機でパチモン送ってくることはねえだろうと思って、<laughs> 小島電機から買ったんですよね。しかもペ a ペ p モールだと、まあ還元率高いんで。 まあそれもレビューしようと思うんですけど、<laughs> パチモンがあるらしいんですよ。しかも巧妙に作られてるっていうね、ソニーの。そうこのソニーのその業務用のあのヘッドホン買ったんですよ。そう、あのアンプも買ったんで、<laughs> そう。だからまあ、あのー、多分まあ、そのレビュー、しかもその、 なんかレビューしてる動画見て、そのパチモンだったみたいなね。しかも結構音楽やってる人で、どっから買ったのか。Amazon とかは販売元が結構その転売やってる人がいるんで、あの、販売元いっぱいあるんですよ。だから Amazon から、まあその正規販売店が Amazon に登録して、えー、送ってるところもあるんだけども、個人でね、あの、やってるところも結構あって、よく見、見極めを使えないとわかんないんですよね。 うん、あよく結構ね、Amazon 結構注意しないといけないですね。<laughs> そう、だからまあ、あのー、なんだろうな。一回足跡をつけることも大事なんだけど、足跡をつけるかどうかっていうのをとどまるっていうことも僕は大事かなと思いますね。うん、安いものには裏があるんじゃないかなっていう、うん。逆に言うと、高いものにも裏があるんじゃないかなっていう。だから両,両方ですね。 うん高いけど、これ裏があるんじゃないかなと。でも、あのー、確率論で言うならばうん、確率論ですよ。確率、まあ、いその、市場の、世界の市場の製品の確率論で言うならば、高くて、外れを引く確率は低いと思います。うん。これはね。確率で言うならばね。うーん。そう。 だ僕もその、まあ、ドリームアカデミア、年末売りますけども、多分ね、外れではないと思うんですよ。外れでは。<laughs> 120万にしてますけど、自分で言うのもなんですけどね。外れではないと思います。でも、外れかどうかは、これに関しては、やらなかったら外れになりますから。うん、速化塾に関しても、安いけども、あの、頭金3万で入れるけれどもね。 あのやらなかったらハズレですから, <laughs> からこれはねまあやるかやらないかですね活用するかしないかっていう今度ねまた対談取ろうと思うんですけどもそのなんだそのマレーシアに住んでるコンサル生がいてるんですけど、まあ、その方はもう僕のコンサルめちゃめちゃ利用してるんですよなんでもうコンサルの価値をすげえ感じてくれてるんですよだからまあめちゃめちゃいいって言ってくれてるんですよっていうかやばいっていう でもそれはもう活用しまくってるからですよ。でも、即下塾を活用してない人は、即下塾入っても全然なんか人生変わんなかったですみたいなね <laughs>。稼げないですみたいなね、話かもしれないですけど、ね、あの、即下塾を活用して、久保さんをね、即下塾を活用するということは、久保さんとのつながりを活用することだし、えー、なんだ、まあ、このやりとりもね、やろうと思えばできるわけじゃないですか。ね、僕、即下塾の塾生さんじゃないですよ。 <laughs> じゃあ、そっか塾の塾生さんがね、このやりとりしたいですってって、やったら、久保さん多分、あの、いや、吉谷さんの方が優先ですってならないですよね。多分、そっか塾の塾生さんの方が優先になると思うんですよ。じゃあ、番宣できるじゃないですか。うん。最近、あの、ね、最近っていうか、今年からかな久保さんが、僕の動画をね、あの、自分のチャンネルにアップし始めましたけど。 ね、そう番宣できるじゃないですか僕もちょいちょい番宣してますからね取りあか年末やりますよみたいなね <laughs> そうまあ久保さんの動画も僕の,あのチャンネルにアップしてますけどだまあ活用次第ですよねそんなの うん、だから、億万長者合宿でも、その、なんや、あのー、ライブでね、自分の商品番宣できるよって言ったけども、誰も商品持ってこなかったっていうね。<laughs> 活用しきれてないっていう。うん、まあ、ドリアがあと20年ありますからね。20年活用したら元取れるでしょ、どう考えても <laughs>。どう考えてもて取れますね。うん、で、あとは、なんだ その来年か、来年、もう一人のコンサル生の商品売る予定なんですけども、まあ、その方は、まあ、今、顧客リストないんですよ。で、YouTube の今、あの顔出しせずに YouTube やってるんですけども、あの先月あ、今月か、今月報告もらったんですけど、広告収入20万突破したんですよ。で、今年の6月ぐらいから顔出しせず、そのプレゼン資料でこうやっていくやつで、あの最初が6、 6000円だったかななんかまあね報告もらってるのがうんあとおとといぐらいに報告もらったんですけど えっと、あ、すみません。6月から始めてゼロ6月は収益化できてなくて0円ですね。で、7月から収益化できて、えー、1万7千円。8月が6万4千円。9月が11万。えー、10月が10万8千円。で、11月が22万と。これ11月25時点ですね。で、まあ、あの、12月頑張ってくださいみたいな。で、12月も、まあ、結構アクティ、あのー、 視聴率伸びるからっつってでまあ来年、まあ、あのこの人は顧客リストはまだ持ってないんであのジョイントしてくれませんかみたいなちょっとオファーもらったんですよでエビデンスできたらいいですよっつってだからまあエビデンス作りにフォーカスしてくださいっていうことでまあ多分まあ12月もまあ普通にやれば上がると思うんでだから来年まあそのジョイントして僕が販売していくわけですよねそしたら売上入るじゃないですか 顧客リスト持ってなくてもね僕が売ってねあの売り上げ入るじゃないですか <laughs> そうまあ実際にまあ収益も収益化できてるしうんすごくないですか久保さん久保さんのチャンネルでもね今の久保哲郎チャンネルでもまあその仮想通貨がバズってた時は20万超えた時期もあるかもわかんないですけどど,どうですかね まあなんか僕がきうろ覚えですけど10万ぐらいって言ってたんでうんそうまあ久保さんは別に広告で飯食ってるわけじゃないですからあれなんですけど、うん、まあねえ顔出しせずねあの20万ぐらいあったらいいですよね、うん、まあそれをちょっと来年あのエビデンスまあまあできてるんでまあ売ろうかなと思ってますけど オファーもおらいましたからうんはいまあ、そんな感じですねいってらっしゃい